日曜王者意地のぶつかり合いだ。グローディックドルフィン先頭、内から東洋天狗先頭、グローディックドルフィン手応えは悪くない。東洋天狗先頭、200を切った。後続は何も来ない。東洋天狗先頭です。このまま押し切るか。2番手はユネット、東洋天狗ゴールイン。これは物が違う。2着はユネット、東洋天狗。日本調教馬が海外の大舞台で堂々勝利。圧巻の走りを見せてくれました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ガスティックギャッツビー先頭、リードは3馬身以上。その差が広がります。食い下がるオークションジャグネ、ガスティックギャッツビー先頭。残り 200m を通過して、ガスティックギャッツビー意地を見せる。一気に勝つトップテング、勝つトップテング、勝つトップテング。1着、2着はガスティックギャッツビー、3着にブルーオンエーシズ、勝つトップテング。日本調教馬が海外の大舞台で堂々勝利。圧巻の走りを見せてくれました。日米王者の争いだ。高尾のハイセイコー先頭、後続を引き離しにかかる。ウィルダネスコンダクト2番手、手応えはどうか。外からアガールズドリーマー、ポジティブデンジャラス、いい足。ここから勝負をかける。残り 200m、 高尾のハイセイコー完全に独走。高尾のハイセイコー強い強い。高尾のハイセイコー圧勝ゴールイン。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。高尾のハイセイコー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
シルファンタシー先頭、外から高尾のミラーマン先頭、セシルファンタシー懸命に追いすがります。残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はエアシュプリーム、これは強い。高尾のミラーマン先頭だ。高尾のミラーマン1着、2着はパドマイアジェム。高尾のミラーマン見事1番人気に応えました。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。直線勝負にかけるこの馬にとって、この最内枠がどう影響するのか、鞍上の手綱さばきにも注目です。アドマイヤーライバー、前走の敗退を糧にして何とか頑張ってほしいところです。サニーズドリクレス、鞍上は牝馬の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。メジロリアルト、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。次のイメージ、そこそこの人気を集めていますが、脇役で満足する馬ではありません。セイウンカーリー、続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。スピードミネソータ、こちらは今日の2番人気、人気は譲っても勝利を譲る気はありません。リーゼングロス、芝の名手を背にこの大舞台に挑みます。鞍上の好リードでいざ G1 制覇へ。ベールドダイナー、前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。北斗松島、好位差しがこの馬の新庄、すっと先段につけ理想の展開に持ち込みたいところです。クワイエットバブー、直線で後位から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するか。エイシンドライバー、 G1 の大舞台、ファンはこの馬を一番人気に支持しました。高尾の小町、牝馬の名手を背にこの大舞台に挑みます。鞍上の華麗なエスコートで女王の座を射止められるでしょうか。山の白木君、数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。放送を期待したいところです。パラダイストレイン、悠然としたその漆黒の馬体に何かを起こす気配を秘めています。シルクアマルコ、栗色の馬体が大舞台でいつもより美しく映えます。ビクトリアクラウン、前走の敗戦を今日の勝利につなげたい、大舞台でこの馬本来の走りに期待したいところです。キシエンデバー、さあいよいよスタートです。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。
さあ最後は大外枠のキシエンレバーゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、高尾の小町前に行きそうです。レーシンドライバーそれに続いています。さらにはパラダイストレイン、栗色の馬体、ベールドダイナー、その後ろ先手を取ったのはベールドダイナー、その外にビクトリアクラウン、内からはクワイエットバブー、すぐ後ろに北斗松島、さらにはエジロリアルト、その後ろに次のイメージ、その隣にスピードミネソータ、サニーズドリクレス、そのうちに続いています。白の帽子アドマイヤーアイバー、その後ろその外からセイウンカーリー、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてベールドダイナー、2番手は高尾の小町、パラダイストレイン、3番手高尾の小町、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか、4コーナーをカーブして、さあこれからです。高尾の小町ここで先頭に躍り出た。その差は1馬身から2馬身。パラダイストレイン足色は十分、前に迫れるか。高尾の小町先頭、200を切った。ここで後続が襲いかかる。2番手はリーゼングロス、高尾の小町先頭だ。高尾の小町1着、2着はリーゼングロス、3着に山の白菊。高尾の小町 G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。Yes.